工場砲とは、城郭や要塞、砲台等を攻撃するための大口径の大砲。銃砲とも呼称されるが、この場合は、要塞砲等の固定砲や野戦で用いられる、大型砲を含むより広い範囲のものを指す。近代的な銃砲、カールもと、大砲は施設破壊に用いられた兵器であり、野戦に投入された後も工場戦は、大砲の大きな役割であった。 厚いドルや石垣、コンクリートで蓄上された堅固な設備に対する大砲の攻撃方法としては、長方針の可能砲か大口径の榴弾砲、9砲を上げることができる。前者は、その高所速の弾丸により、水平弾道で側面を、後者は大重量の弾丸を大射角から発射する、ことで上面を破壊することを起としている。このため大砲の重量は相当なものになり、 中世では、初期の工場法として巨砲が作られた。しかし要塞法とは異なり敵地へ運搬する必要が、ある工場法は、近世まで、船舶輸送を除けば、馬筆牽引か人力しか、移動手段がなかったため、以降は度の大型化は避けられるようになる。フランス革命戦争頃には、野戦運用可能な工場法は、可能法は24ポンド、9法は12インチが上限となった。 この頃の工場法は、大型の野戦法としての側面も有していた。その後、近代になると、要塞の堅固化により再び大型化が求められるようになり、輸送手段の進歩でそれを可能にしつつも分解移動し、現地で組み立てた上で運用されるようになる。また列車法も工場法の運搬方法として用いられ、工場法は野戦での運用を考慮しない。 工場戦専用の兵器となる。昭和初期の工場砲は、カノン砲で15センチ、榴弾砲で20センチ、旧砲で42センチ以上のものが必要とされた。用途が限られた上、巨大化し、運用も困難になりつつあった。工場砲は、第二次世界大戦以降は、航空機による超大型爆弾の水平爆撃、そしてその水平爆撃にとって変わった弾道ミサイルの、 誕生により、戦艦と同様にその役割を得ることになる。工場法を防御戦闘に用いた例もあったが、装填速度の遅さゆえに対した戦果は得られなかった。ありがとうございます。